第4代、ベスバラ伯爵、ジョン・ウィリアム・ポンソンビーは、イギリスの政治家、貴族。19世紀前半のホイッグ等政権下で、閣僚職を歴任した。1781年8月31日に、アイルランド貴族、ベスバラ伯爵家の着難団キャノン子爵、フレデリック・ポンソンビーとその妻、ヘンリエットの間の長男として生まれる。ハーロー校を経て、オックスフォード大学、 クライストチャーチへ進学。1805年にナレスボロ選挙区から初当選して、ホイックの庶民院議員となったが、翌1806年に議席を失った。1810年にハイアムフェラーズ選挙区から、再び庶民院議員に選出される。以降1834年の助諭まで選挙区を変えながら、庶民院議員に在職する。1831年には、 ホイック党政権の第二代、グレー伯爵チャールズ・グレー内閣で、森林長官に就任するとともに、数密顧問官に列した。1832年の第一次選挙法改正の際には、法案を起草した4人委員会の一人となった。4人委員会の中では、ダラム男爵が、急進的に、彼とグラハムが、保守的に振る舞うことが期待されていた。 1834年7月に首相が第二代メルバーン主爵ウィリアム・ラムに代わると内務大臣に転任するとともに連合王国貴族尺位岩キャノン男爵に除されて貴族院議員に列したが同年11月の内閣総辞職で退任した。短期間の保守党政権を挟んで1835年にメルバーン主爵の第二次内閣が発足すると王子証書と 森林長官として入閣した。王子少将は1840年1月まで、森林長官は内閣が総辞職する1841年9月まで、務めた。1844年2月に、父が死去し、第4代ベスバラ伯爵位員を継承した。1846年7月に、ジョン・ラッセル卿の第一次内閣が発足すると、アイルランド総督に就任したが、 総督在職中の1847年5月16日にダブリン城で死去した。借位は長男のジョンポンソンビーが継承した。1834年7月19日に以下の借位に新規にノブされる。1844年2月3日の父の死により以下の借位を継承した。第十代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインの娘、マリアと結婚。彼女との間に、 以下の十一子を設けた。ありがとうございます。